J リーグは前半戦の正念場、ゴールデンウィークの連戦が続きます。連勝して勢いに乗りたいディフェンディングチャンピオン名古屋と、若い力が台頭する新体制の清水、東海ダービー、まもなくキックオフを迎えます。 J リーグディビジョン1第10節、名古屋グランパス対清水エスパルスの一戦をお送りしていきます。今日はいいお天気に恵まれました。スタジアムは名古屋市瑞穂陸上競技場です。まず気象状況です。天候は晴れ、気温は24度、湿度は 44% となっています。放送の解説は名古屋グランパスで活躍され、現在は愛知東邦大学サッカー部監督の藤川久隆さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは名古屋の予想フォーメーション見ていきます。ゴールキーパーは奈良崎、ディフェンダーは右から田中、千代丹田、マスカワ、サントス、ダブルボランチに中村と藤本、右に小川、そして左に高卒ルーキー吉田真希人を入れてきました。玉田、永井という2トップです。サブのメンバーです。怪我でケネディ、トゥーリオ、金崎、吉村など主力を欠いています。ちょっと痛いですね。そうですね、去年の、ね、レギュラーのメンバーですからね、はい、かなり大きいと思いますね。ダニルソンについては、あの監督は15日の甲府戦ぐらいでの復帰になるかな、そんな話をしていました。それでは清水のスターティングメンバーです。ゴールキーパーは山本海斗、ディフェンダー右から辻尾、今日は岩下、ボスナー、太田、ダブルボランチを敷いてきます。山本正樹と枝村、右に大前、左に、こちら、今年東京ベルギーから加入した高木、トップ下にアレックス、そしてワントップ伊藤翔というフォーメーションです。サブのメンバーを見ていきます。柴原、ユース出身のルーキーです。そして鍋田、竹内など20歳以下の若い力を入れてきました。これも清水の特徴でありますよね。そうですね、今年度は、ね、本当に若返りですよね。はい。小野、平岡、村松と、怪我で欠場、名古屋同様この辺りは痛いところでもあります。今選手がピッチに入場してきました。赤いユニフォームがホームの名古屋グランパス、白いユニフォームがアウェーの清水エスパルスです。さあ、それでは藤川さん、はい、注目選手ですが、はい、まず名古屋は藤本選手ですね。今年、加入の日本代表藤本純吾、強化指定選手の時代から6年間過ごした古巣清水との対決なんですね。今日の審判団です。主審は広瀬至さん、副審は竹内基人さん、樺沢純一さん、第4の審判は大西博之さんとなっています。戦いをどういう風にしてくるかというのは楽しみですよね。日本一、アジア一を目指すストークビッチ監督、名古屋グランパスです。今ゲームが始まりました。 J リーグディビジョン1第10節、名古屋グランパス対清水エスパルスの一戦をお送りしていきます。赤いユニフォーム、左から右に攻めていくのがホームの名古屋グランパスです。長井を狙いました、長井パス。白いユニフォームがアウェーの清水エスパルス、前半は右から左へと攻めていきます。まずセットプレーを迎えたのは名古屋。さあ、藤本のプレースキックもまたこう定評がありますからね。そうですね。さあ、キックは小川か藤本かというところ。長身の増川も上がっています。藤本が蹴っていく、直接いった、これはゴールの左です。やはりここは藤本が蹴っていきました。まあ、最初のフリーキックですからね、思いっきり狙うっていうことはいいことだと思いますね。はい、うん、ですね。3人ともねスピードがあるんでね、はい、相手の裏に簡単に蹴って攻撃するのも一つ。あ、これはチャンスになるか。14番伊藤翔、倒されます。ホイッスルがあって、ここは清水が今度はセットプレーのチャンス。14番の伊藤翔、イエローカードが出ました。さあ、清水先制のチャンス。ゴール正面からのフリーキック、大前がいった、ここも直接行きました、ゴールの上です。
僕もね高校生の時に見たんですけども、はい、やっぱ体が一回り大きくなってますよね。そうですね、はい、さあ中に入れてくるアレックス浮かして、ここは名古屋クリアできるか、サントスがクリアしていきます。永井が走る、さあスピードを見せるか、左サイドスピードスターの永井ドリブル中に入ってくる、いけるか、シュートまで持っていけるか、中に振ってヘディング、決まった、ゴール、素晴らしいですね。先制は名古屋グランパス、前半8分、永井のクロスに玉田がヘディングで決めました。うわ、今年見たかったこの永井のスピードを生かしたアシスト、まず出ましたね。早いですよね。でまたここでね一回時間を作ったんですよね、玉田選手が上がってくる時間を作ってね、それで落ち着いてセンタリングを上げましたよね、はい、まあ、そういうね状況判断も素晴らしかったでしょうね。本当早いですよね、もうなんかギュンと速くなる、はい、そんなイメージですよね。今のねカットもね、多分岩下選手はねまだ来ないだろうという判断があったと思うんですよね、余裕があったと思うんですよね。さあ清水がチャンスを迎えます。8番の枝村、山本雅樹から中、13番高木です、シュートに行く、奈良崎の正面。さあ選手はファーサイド遠いところに集まりますが、どこに入れてくるか、ファーサイド、さあ永井シュート、これは大きくゴールを超えていきました。先制点をアシストしたのは大卒ルーキーの永井です。いや、みんなあると思うんですけどね、はい、実際対戦してみないと本当にその速さっていうのと分からないんでね、はい、今びっくりしてると思いますよね。まさにその永井の速さを体感するゲームとなっています。シミテスパス、あ、これはチャンスだ、大前元気シュート、楢崎に当たってシュート決まった、アレックスのシュート、前半18分、清水が同点に追いつきました。ゴール前、楢崎が弾いたボール、アレックスが押し込んでいきました。あ、今珍しくね楢崎選手がミスをしてしまいましたよね、はい、今のシーンです。このキック大前がカットしてシュートに行って、楢崎が弾いたボールを最後はアレックス。1対1の同点。名古屋の方は逆にこうやってもうバックパスするしかなくなっちゃうんですよね。非常にプレッシャーの強い清水エスパルス、はい、さあここは早いリスタートで辻尾が上がってきます。中に伊藤と大前、ふわりと浮かせてくる、伊藤はどうだ、アレックス左足、これはゴールの右です。今もアレックスへのマーク、そうなんです、はい、今のでもね、辻尾選手ですか、いいタイミングでセンタリングを上げてるんですよね、はい、そこで伊藤選手が前で潰れて、その後のこぼれ球ですよね、名古屋は怪我で欠場した選手、今日はスタンドから戦況を見つめています。今年の目標は全試合に出場すること、そう話しています。さあ吉田真希と中に切り込んでくる、藤本からサントス、パスが通った、さあスピード見せるか、いや、あ、これはシュートに行けない。吉田真希と走り込んできました、いい飛び出しを見せました。今のは良かったですよね、早いタイミングでね、サントスがボール入れて中に3枚入りましたんでね。足を入れてボールを奪います高木、高木から同点ゴールのアレックス、ここは器用にかわしていきました。アレックスがドリブルを仕掛ける、右大前です、中に枝村、伊藤翔、アレックスも上がってくる、シュート、山本雅樹ミドルシュートを打ってきました。このミドルシュートも山本の武器でもあります。マスコアサントス、さあ仕掛けてくるか、中でフリーで玉田がボールを受け取る、ドリブルサントス、中には4人、ヘディングだ、小川ヘディング、吉田、小川
吉田と立て続けにヘディングを打っていきました。左サイドからチャンスを作ってきたんですが、今のね、いいボールでしたけどね、はい、かなり数的優位もありましたね。そうですね。ちょっと前半8分、永井のアシスト、玉田のヘディングシュートで名古屋が先制。そして前半18分、名古屋のクリアミスから清水のアレックスが押し込んで同点に追いついています。さあ永井シュートまでいけるか。今左から長いボール、長井が反応しました。ここもうまくミートするまでいきましたね。そうですね、本当にいいタイミングで上げてるんですよね、サントス選手はね、はい、相手の裏に速いボールを入れてるんですけどね、ちょっとボールが長かったですね、はい。さあ、前半が終わりました。前半終えて1対1の同点です。前半8分、玉田のヘディングシュートで名古屋が先制。そして前半18分、名古屋のクリアミスからアレックスが押し込んで清水が同点です。1対1で前半を終えています。この放送は名古屋市水穂陸上競技場からお送りしています。